地図国民革命中列祠らは、中華民国台北市中山区県深山にある、侵害革命をはじめとする中華民国建国及び、革命、中国大陸での日中戦争などにおいて戦没した、中国革命家や中国兵士の英霊を祀る祠らで、中華民国国防部の管轄下にある。一般には、台北中列祠、ら、丸山中列祠らあるいは、第一家中列祠らとも呼ばれている。 日本統治時代は台湾五国神社が統治に混流された。その後地に1969年に創建された。大門をくぐると中央広場があり、その奥に中国の宮殿様式の大殿があり、左右の文列士祠、武ら、ブ祠がある。ブ列士祠には革命、建国のために亡くなった父三33万人が祀られている。中列祠は、 英兵交代のセレモニーで有名である。陸、海空軍より選抜された兵士が、1時間交代で、大門と大殿を、各2人ずつで守っている。任務に着くと1時間微動だにせず、瞬きも控えている。側には、世話係がつき、ハンカチで英兵の汗を拭いたりしている。英兵交代は1時間ごとに行われる。毎時ちょうどになると、 引率の兵士一人を含む五人で隊列を組んだギズエ兵が大門から大殿に向かって銃を背中に背負ってゆっくりと行進を開始する。大殿に到着するとギズエ兵は任務についていた衛兵二名と合流して、殿内の遺廃に向かい敬礼をする。その後、銃を交換、またそれを振り回す儀式を行い、次に任務につく二名を残して三名で大門に戻っていく。 そして、大門に行くと、大門守護の任務に就く二人が、門の前に行き台の上で任務に就く。セレモニーの所要時間は、約20分間。義随兵の資格だが、高卒以上で反撃がなく、身長 175cm から 195cm、体重 65kg プラスマイナス 1kg が、条件で、その上に厳しい訓練が課せられ、 それを成し得た者のみが、騎乗兵になれる。ありがとうございます。